宮川一貫宮川一貫1月5日の1944年3月25日は昭和期の政治家、柔道家、衆議院議員、原用者社員、原用者幹部であった宮川太一郎の子として福岡市に生まれる。原用者の内田良平が開いた柔道道場である天津館で柔道を学び、福岡県中学修有館に入学。 周遊館の同期には同じく柔道の猛者として知られた中野聖吾がおり、在学中はお互いにライバルとして意識していたが、1904年に決着をつけるため柔道を対決し、宮川が勝利している。右に左に投げる華麗な投げ技は、花ならば満開の桜花を見るような稽古ぶりと歌われた。1905年に周遊館を卒業後、1年間福岡に残り、 天津館の発展に尽くし、その後、中野に1年遅れて、早稲田大学政治経済学科に進学し、同時に、行動館に入門する。1911年、早稲田大学を卒業。構造館において、柔道7段の免状を授与され、早稲田大学の柔道講師のほか、ドイツ学協会学校、拓殖大学、陸軍幼年学校で柔道教師を務め、 行動官最高幹部となった。早稲田大学柔道部の師範も務めている。また、1915年、日本に亡命していたインド独立運動指導者、ラース・ビハーリー・ボースに対し、日本政府は、イギリス政府の要請で、退去命令を出したが、宮川は、現用者の東山光の指示により、ボースを護衛して、当時居住していた東山邸の裏口から、密かに、 新宿中村屋の相馬愛造邸に連れて行き、かくまっている。1928年、第16回衆議院議員総選挙に、福岡一区で立憲声優会から立候補して当選し、以後当選3回。なお、1924年にも衆議院議員選挙に立候補していたが、その時は同じく、福岡一区から立候補した。 同期の中野聖号に13秒差で赤配している。1930年、ロンドンで開催された第26回、列国議会同盟会議、およびブリュッセルで開催された第16回万国議員少子会議に出席している。ありがとうございます。